なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章大聖霊編第171話婚姻の儀第172話初夜朗読を始めます。魔王学院の不適合者第171話婚姻の儀。翌日、俺とミーシャは急遽ギルヘイドからアハルトヘルンに戻ってきていた。婚姻の儀に列席するためである。エニユニエンの大樹のてっぺん、レノが住んでいる小さな城の前はたくさんの花々で飾り付けがされていた。扉の前には雲で作られた祭壇が設けられている。精霊の巣を祀ったものだ。そこからまっすぐ雲の向こう側まで青色の涙花が道を作っており、まるで華やかな絨毯のように見える。涙花の道を挟むようにアハルトヘルンの全精霊がそこに集まっていた。八つ首の水流リニオンや長き蛇エピテオなど、身体が巨大なものは仮初めの姿となり並んでいる。大勢の精霊たちに混ざり、俺たちも旅芸人の一座としてそこにいた。やがて雲の向こう側から純白のドレスをまとったレノが姿を現した。その傍らにはシンがいる。彼は漆黒の鎧を身につけていた。祝福の霊僧と呼ばれる精霊エルトニカである。吉時にて姿を現すこの精霊は持ち主にふさわしい霊僧に変化し、様々な加護と祝福を与える。エルトニカが漆黒の鎧に変化したのは、この時代魔族が婚儀を行う際正装の一つとされているからだ。色については必ずしも決まりがあるわけではない。だが誓いを交わすとき、俺は黒の正装を好んでまとった。何者にも染まらぬ黒き色。決してたがえることのできぬ誓いのとき、その色に俺は思いを込めた。そのためか俺の配下には正装のときに黒の衣装をまとう者が多かった。無数の花々で飾る精霊の婚儀には少々不釣り合いかと思ったが、レノは精霊と魔族の結婚にぴったりだと言い、黒の正装を尊重した。シンが俺に暴虐の魔王に何よりも敬意を払っていることを知っているからだろう。レノが来たよ。剣のおじさんも来た。コンギコンギおめでとう。ピキたちが祝福するようにキラキラと鱗粉をばらまきながら飛び、レノとシンを先導していく。二人は涙花の道をゆっくりと歩き、祭壇へと向かっていた。レノの力なのか、二人の足はわずかに宙に浮かび、花を踏むことはない。我らを育てし優しき母と、我らを守りし狂気伴侶に、大いなる祝福を。雲の回廊に噴水が立ち上り、涙花の道にいくつものアーチを作った。水の大精霊リニオンの祝福だ。おめでとうございます、レノ。穏やかな風が吹き、ふっと涙花の花々をさらっていく。空を花で飾るように舞い上がらせ、風と雷の精霊ギガでアスが祝福した。おめでとう、おめでとう。チカチカと緑の光を放ちながら、チーホタルセネテロが飛翔する。その軌道は輝く綺麗な星を描いた。そんな風に精霊たちは皆自らの力を使い、二人の婚儀を温かく迎えていた。おめでとう、レノちゃん。すっごく綺麗だぞ。シン君もかっこいい。エレオノールが声を上げた。おめでとうございます。結婚はいいことです。エレオノールとゼシアはアスクの魔法を使い、この場にいる全員の思いを光に変える。城の向こう側に綺麗な虹の橋が架けられていた。綺麗とリーナがつぶやく。彼女は嬉しそうな表情でその虹と、そして新郎新婦を見つめていた。綺麗は綺麗だけど、あれ、大丈夫なのかしら。俺の隣でサーシャがぼやく。もとより、精霊たちの祝福でこれだけ華やかなことだしな。婚儀が多少派手になったところで、何が変わるわけでもあるまい。ふーん、じゃ、私たちもやる？サーシャが問いかけると、ミーシャはこくりとうなずいた。二人は手をつなぎ、魔法術式を融合させる。氷の花火。二人の間に魔法陣が描かれると、そこから氷の結晶が舞い上がり、空に昇っていく。それがキラキラと弾けたかと思うと、大空に大輪の花を咲かせる。まるで氷の結晶のような。それは、綺麗な火に彩られ、
いつまでも空に残る幻想的な花火を作り出していた。それじゃ、ちょっと余興をしてくるよ。今度はレイが言う。彼は緑色の全身甲冑を身につけていた。花の道の前にレイが歩み出ると、同じく緑色の全身甲冑が4人ほど歩み出た。中身は空っぽだ。それは動く甲冑である。甲冑精霊ロンドン。彼らは木の枝をその手に持っている。祝福の木剣と呼ばれるものだ。そのまま、ロンドンはシンにまっすぐ向かっていった。シンはレノの前に出て、鉄の剣を抜いた。祝福の木剣を切断すれば大きな幸福が得られ、祝福の木剣で体を叩かれれば、大きな幸福を与えられるとされる。いずれにしても、祝福が得られるその木剣と大立ち回りをするのが、精霊の懇儀の伝統だそうだ。甲冑精霊ロンロンは、おう、と勇ましく声を上げ、4人同時にシンへ向かっていったが、いともたやすく祝福の木剣を切断された。わーっと精霊たちから歓声が上がる。なんとも賑やかな懇儀だった。それじゃ、行こうかな。甲冑を着たレイがまっすぐシンへ向かう。大上段から振り下ろした祝福の木剣を、シンは先ほど同様、鉄の剣で迎え撃つ。だが、シンの剣は、水をかくかのように、その木剣をすり抜けた。祝福の木剣が光と化していたのだ。そのまま光の木剣がシンの体に触れる。すると、それは彼を祝福するようにキラキラと体にまとわりついた。今のは、祝福の木剣の秘王、ですか。魔力の弱い精霊剣だからね。僕にもなんとかなったよ。レイは魔法陣を描き、一位剣士グシェスタを取り出す。そうして、ひざまずき、両手でそれをシンに差し出した。旅芸人といっても僕は用心棒みたいなものだからね。みんなみたいに、派手な魔法で祝うことができなくて悪いけど。一位剣を受け取り、シンは笑った。この上ない、祝いの一撃でしたよ。レイ。魔法陣にシグシェスタを収納し、シンは振り返る。手を差し出すと、レノは嬉しそうにその手を取って、また祭壇へ向かって歩き始めた。付き合わせちゃって、ごめんね。魔族から見たら、変な懇儀だし。いいえ。シンはまっすぐ前を向きながら言う。剣の心しか持たない私が、このように祝福されるのは、あなたがいたからこそです。あなたに愛をお返しできないのは申し訳ありませんが、この懇儀に微塵も不満はありません。嬉しそうに、レノは満面の笑みを浮かべた。魔族が来られないのは仕方ないけど、できたら魔王アノスにも来てもらえたら、よかったのにね。そうですね。しかし、シンが立ち止まる。祭壇の前に、俺が立っていたからだ。我が名はアノシュ、ポルティコーロ。暴虐の魔王の幼少期の姿だ。その声に精霊たちが、キャッキャと大騒ぎする。シン。まっすぐ俺は配下を見た。たとえ愛がなくともお前は選んだ。この婚礼はお前が確かに自ら望み、選んだことなのだ。己を信じよ。手を伸ばせば、届かぬものなどないと知れ。お前は、魔王の右腕なのだからな。穏やかに、シンはうなずく。まるで我が君に言われているようです。魔王ならば、そう言うだろう。何せ俺は、ディルヘイド一の旅芸人、アノシュ、ポルティコーロ、モノマネだからといって、本物じゃないと思ったか。ピキたちが飛び回り、お腹を抱えて大爆笑していた。キビスを返し、俺は列席者たちのもとへ歩いていく。その姿を見送った後レノは言った。しかし、うっすらと笑い、シンは俺の背中に視線をやる。いえ、2000年後から見ているかもしれません。我が君は、暴虐の魔王ですから。ふふ、とレノは笑った。そうかも、あの人なら、やりそう。祭壇の前にたどり着いた二人は、横に並び、姿勢を正した。おごそかな声が響く。エニユニエンのものだ。精霊と魔族、二つの種族が結ばれる、かような素晴らしき時に立ち会えたことに、感謝しよう。それまで騒がしかった精霊たちが、ぴたりと静まり返った。彼らは声を上げたそうにうずうずとしながらも、儀式を見守っている。婚姻の儀、誓約の言葉を。静寂の中、エニユニエンの大樹の声だけが聞こえていた。母なる大精霊レノ、何時、シン、レグリアを夫とし、喜びの時も、悲しみの時も、精霊の名と、
心においてその伝承がついえる時まで変わらぬ愛を尽くすことを誓うかのう。レノは言った。真摯な口調で意志を込めた瞳で、誓います。魔王の右腕神レグリア、何時大精霊レノを妻とし、喜びの時も悲しみの時も魔族の誇りとその意志において彼女と彼女の子を守るため変わらぬ力を尽くすことを誓うかのう。神は言った。強く鋭く誇りを示すがしく、たとえ滅びが二人を分かとうとも。うむ、よかろう。ここに母なる大精霊の夫精霊王神レグリアが誕生した。お主が誓いを守る限り、アハルト・ヘルンは終わるじとともに、我ら精霊はお主の力となろう。精霊たちは同意を示すように、神とレノに視線を注ぎながら、皆こくりとうなずいた。では、誓いのキスを。神とレノが互いに向かい合う。ゆっくりと二人は、距離を縮めていった。至近距離で、レノはそっとささやく。振りでいいよ。振りがいいのですか？一瞬、押し黙り、うつむいたレノが言う。じゃない方がいいけど。では、そのように。優しく、シンはレノの背中に腕を回した。愛してるよ。私は。言葉を打ち消すように、ニコッとレノは笑った。大丈夫。シンの分まで、愛してるから。シンの目元が柔らかくなり、表情が優しく緩む。愛が何かはまだ知りませんが、私はあなたを選びました、レノ。ゆっくりと、ゆっくりと、二人の距離が縮まっていく。それは願いのように見えた。まるで、これから始まる恋の、その種から、どうか芽が出ますようにと祈りを込めた。どうか、どうか、枯れずに花が咲くようにと、瞬きの間に消えてしまう夢のように、拙く、幼いキスを、二人は交わしたのだった。第172話、初夜。踊り、歌い、騒ぎ立てる、賑やかな精霊たちの婚姻の儀が終わりを告げると、空には月が出ていた。雲の上の小さな城、そのバルコニーに、シンとレノの姿がある。婚姻の正装を脱ぎ、今は普段着に戻っている。二人はその場所から、雲の回廊を帰っていく精霊たちを見送っていた。ありがとね、シン。レノが言う。騒がしかったでしょ、精霊の婚儀は。魔族たちは厳粛にやるから、びっくりしたんじゃないかな。悪くはないものです。いつになく柔らかい表情でシンは言った。レノ。最後の精霊が雲の回廊から姿を消すと、シンは彼女の方を向いた。あなたとでなければ、きっと、私は生涯、どの者とも婚姻を交わすことはなかったでしょう。愛を知らず、空虚な好みに、夢を見させていただいたこと、感謝します。真の言葉に、レノは頬を朱に染める。彼女は、隣に佇む伴侶にぼーっと見とれていた。あのね。恥ずかしげに、レノは言った。知らないんじゃないよ。きっと、真の心には小さな小さなつぼみがあって、それがいつか花を咲かせるから、まだつぼみでも、それは愛なんだよ。レノはニコッと笑いかける。何も言わず、彼はそっと夜空を見上げた。いつまでも、見続けていられれば、よかったのですが。淡く輝く満月に、真の視線が吸い込まれる。その横顔はどこなとなく、寂しさを感じさせた。この夢は、もう終わりでしょうか？え？疑問の表情を浮かべるレノに、また真はゆっくりと視線を戻す。婚姻の儀は、これでつつがなく終わりましたか？あ、うん。わずかに、レノは顔をうつむける。終わった、かな？では、と、シンが言いかけたその時、小さな妖精たちがどこからともなく、ふっと姿を現した。終わった？終わってない？ない気がする。本番本番。しょやしょや。キャッキャキャッキャと騒ぎ立てながら、彼女たちは、しょやしょやを連呼しながら、二人の周囲を飛び回る。こらあ。キティ、変なこと言わないの。精霊同士じゃないんだから、そんなのしだって意味ないんだから。一瞬、レノはシンをちらりと見て、カーッと顔を真っ赤にした。じゃなくてね、意味があったからって、どうってわけじゃないから。拳を振り上げ、
こらー、とティチたちを追いかけ回すレノ。妖精たちは怯えたように、シンの肩や頭に乗った。レノ怖い。怖い怖い。精霊王様。レノ、なだめて。ブルブルと、ティチたちは震えてみせる。ムーとレノは彼女らを睨んだ。どのようにすれば？シンはがそう尋ねると、耳元でティチが言った。しょやしょや。婚姻の儀の続き。レノの機嫌治るよ。治る治る。一発で治る。その時、レノが飛ばした小さな水の玉がティチたちの体を包み込んだ。彼女たちはゴボゴボと音を立てて溺れている。もう、変なことばっかり言って、シンが来ん。シンはレノにすっと手を差し出していた。まだ終わりではないのでしたら、今しばらくこの夢の続きを。あなたが望むのなら。呆然とレノはシンを見つめる。ティチたちはジタバタともがき、なんとか泳いで水の玉から抜け出た。お邪魔虫。帰らなきゃ。急いで急いで。火は熱いうちに。ごゆっくり。キラキラと鱗粉を撒き散らしながら、妖精たちは城から去っていく。レノはとぼけたように、夜の空に描かれた光の線をぼんやりと眺めていた。中へ入りましょうか。戸惑ったようにレノがシンを見つめる。彼が何も言わず、じっと返事を待っていると、レノは恥ずかしそうに視線をそらした。か細い声で返事をして、レノはその手を取った。シンにエスコートされるがまま、彼女は室内へ入った。色とりどりの花々が飾られた部屋の中心に、大きな天蓋付きのベッドがある。彼女はそこにちょこんと座った。あのね。しどろもどろになりながら、レノは言葉を紡ぐ。一応、婚姻の儀には、初夜もあるんだけどね。だけど、寝るだけでも、大丈夫だから。大丈夫なんだよ。自分に言い聞かせるように、レノは繰り返す。シンは心よくうなずいた。では、お休みになりますか？もう少し。一旦言葉を切り、レノはまた言った。お話、しようよ。シンはうなずく。何を話しましょうか？じゃ、魔王アノスのことを、聞かせてくれる？わずかに、シンが目元を緩ませる。天武シンが、言ってたよね。シンは魔王に拾われてから、人らしい心を持つようになったって。その話が、聞きたいよ。レノは、ベッドの隣をそっと叩く。ここ、座っても、いいよ。失礼します。ゆるりと足を踏み出し、シンは彼女の隣に腰掛けた。あまり面白い話でもありませんが。そう前置きをして、彼はバルコニーの方へ視線をやった。我が君に会ったのは、綺麗な月の出ている夜でした。ちょうど今日と同じような月です。シンは空の向こう側に浮かぶ、綺麗な満月をじっと見つめる。大戦の中期頃だったでしょう。人間との戦いは小競り合いが多く、再び激化する前の過渡期でした。すでに体を得ていた私は、剣を手に、名だたる魔族に力比べを挑んでおりました。遠い過去に思いを馳せるように、シンは静かに語る。神殺しの狂犬と呼ばれたこの身には、あらゆる敵が弱者に感じられました。しかし、それは当然のことだったのかもしれません。戦うために生み出されたこの根源を相手に、そうではない彼らが叶う術もない。一旦言葉を切り、シンは数瞬まぶたを閉じる。それが開いた時、瞳にはわずかに哀愁が宿っている気がした。彼らの根源には、愛がありました。それは優しさであり、憎しみであり、また悲しみでもあったのでしょう。それらは戦いには不要なもので、魔族たちはことごとく、この手の剣に切り捨てられていきました。ぼんやりと過去を見つめながら、淡々とつぶやくようにシンは言う。愛がないからこそ、私には力があったのかもしれません。冷たいその言葉は、どこか寂しげで、孤独を感じさせる。それがレノにも伝わったか、彼女はキュッと唇を噛んだ。私は胸に空虚を抱えていました。破れていく彼らを羨ましいとさえ、思ったのかもしれません。この身は渇望していました。何よ、とその頃の私には知る由もありませんでした。わかったのは、ただ、この身を打ち負かしてくれる相手を求めているということ。敵を探し続け、狂犬の二つ名にふさわしく、
ひたすら剣を振るっておりました。戦い続けた秦は、いつしか千剣と呼ばれるようになった。千の魔剣を操る、魔族最強の剣士、と。そうして、ある時、私は魔王と対峙しました。いつものように剣を振るった私に、我が君は言ったのです。話をしよう、と。どうしたの？もちろん、聞く耳も持たず、私は魔王に切りかかりました。我が君は剣を防ぐたび、言葉を放ちます。様々な言葉が投げつけられましたが、結局言っていることは一つでした。過去の言葉を思い出すように、秦は柔らかい表情で言った。私が、何のために、戦っているのかということ。レノが傍らで優しく相槌を打つ。それが、秦にとって、何より大事なことだったというのが、分かったのだろう。百の剣を繰り出しましたが、我が君を斬ることは決して叶いませんでした。私は初めて、敵に興味を覚えました。そして、こう尋ねたのです。なぜ、あなたはそんなに強いのですか？と、思えば、魔族の身となって、初めて発した言葉でした。アノスは、なんて言ったの？強くなければ救えぬ。と、そして、次にこう問いました。お前はなぜそれほど強いのか？と。秦は自らの手のひらをじっと見つめる。理由などない。と私は答えました。心などない。と。強くあるために、強くあった。私はただ一振りの剣でした。彼は開いた手を静かに握りしめる。すると、我が君は言ったのです。俺の配下になれ。お前の剣が斬るにふさわしい敵を俺が与えてやる。と。秦の言葉に強く、力がこもった。私は初めて気がつきました。ずっと、この身を、神殺しの狂犬を所有するにふさわしい主が現れるのを、求めていたことを。結局、我が君はただの一度も魔法を放つことなく、言葉一つで、私の心を貫いていたのです。一息つき、彼はレノに視線を向けた。恩義の剣となり、すべての敵を切り捨てよう。そう忠誠を示した私に、我が君はおっしゃいました。ならば、お前の前に立ちはだかるすべての悲劇と理不尽を、この俺が滅ぼす、と。すごいな、アノスは。すごい、というのは、秦が本当は何を求めていたのか、わかったんでしょ？それで剣を抜いた秦を一度も攻撃しなかった。そうですね。それを尋ねたことはありますが、ただ飽きたのだとしかおっしゃいませんでした。飽きた？戦うことに、だそうです。結局、その時、我が君が考えていたことは、私には計り知ることができません。彼は、遥か遠くを見つめる。あるいはそれは、2000年後に転生する主君に、思いを馳せているのかもしれぬ。確かなのは、空虚だった私に、戦う理由を与えてくれたということ。我が君は、一振りの剣に過ぎなかった私を、偉大な器でもって、一人の魔族として迎え入れてくれました。その恩義に報いるため、私は魔王の右腕となったのです。そっか。ぼんやりとレノは月明かりを眺める。秦と同じ方向を。ずるいなんて言ったけど、やっぱり勝てないなぁ、アノスには。秦が追いかけて、転生したいって思うのも、当たり前だよね。ほんの少し、落ち込んだようにレノはうつむく。けれども、すぐに思い直し、頭を振った。あのね、シン。恐る恐ると言ったように、彼女はベッドについたシンの手に、自らの手を重ねた。勇気を振り絞るように、レノは言う。やっぱり、寝るだけじゃ。唇を震わせ、レノは顔を紅潮させる。途切れそうなほど弱々しく、かすかな声を、それでもなんとか振り絞った。やだよ。そのまま静かにレノは顔を寄せ、そっとキスをした。抱きつくように体重を預け、彼女は白い指先を真の体に伸ばす。その手を彼がそっと掴んだ。ダメかな？一瞬の間の後真は言った。傷つけるかもしれません。あなたが愛を求めるなら。大丈夫だよ。真の手に、レノは指を絡ませて、いつものようにニコッと笑った。教えてあげるから。夜空には淡く、満月が輝いている。窓から降り注ぐその光が、重なり合った二つの影を、そっと慈しむように照らし出していた。次回は、魔王学院の不適合者、第173話、
そして愛は形を成して、第174話2000年後に祈りを込めて、高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。